やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。君たちの、君たちは怖いんだよ。君たちもうずっと怖いからね。まあ一人目。悩みとか別に、なんか今回に関しては、お題みたいの決めてなくて、おもろい話でも何でも持ってこいやっていう感じなんだけど、まあ一発目から。彼女なし歴、年齢の21歳です。現在とある VTuber にガチ恋をしています。前はただのリスナーだったのですが、気づいたら恋をしています。とある配信でコメントで恋愛の話になり、好きな人の話をいっぱい聞いて覚えてるのがいいと聞き、過去の配信をあさり、ツイキャスも欠かさず見て、ついに住所特定までに至りました。これは報告しなくてはいけないと思い、すぐ DM。前まで返してくれた DM は突然来なくなり、ついには脅さないでくれと言われてしまい、それ以降あまりリプなどを、返してくれなくなりました。昨日無理しなくてサブスク送らなくていいよ。気持ちには応えられないと言われてかなりショックです。ダメなところは分かっています。辛いアップをしながらサブギフを送るな、見返りを求めるなってことだと思います。どれだけ長いし、投げ銭をしようが本物の金持ちには勝てない。デブがどれだけ痩せても筋トレしても、誰も気にしないという現実から目をそらしていることにしすぎないんです。質問。でも、本当に好きやし、もう直接会って話すしかないでしょうか?DM でずっと好きでって言われたの。で、好きじゃなくなる選択肢はないです。質問に、僕はストーカーでしょうか話を聞いて、そこから推測してるらしいです。やばすぎ、怖いよ、本当に君で。こんなばっかだから。まだ質問にから答えよ。あなたはストーカーです。紛れもないストーカーだから。まず、ここの時点でアウトなんだ、ここの時点で。住所特定しちゃってるから。住所特定してるから、そいつん家がわかるんだろ?で、今からその住所に行こうとしてんだべ。やばいから。捕まっちゃうよ。すごいね。なんかやっぱ女の子気をつけた方がいいね。自撮りとかするときもさ、俺あんま気にしないけど、電柱の近くとかで自撮りとかしちゃいけないっていうよね。電柱とかってさ、住所が書いてあったりするんじゃん。そっからなんかさ、拡大してさ、住所特定とかさ、普段なんか上げる写真とか言動とかに気をつけないと、普通にこういうなんか質問しちゃうからね、これを。質問とかすんな。当たり前だろ、お前やべえわ。自覚がないのが怖い。そういう人ってたくさんいる。なんかストーカーしてんなと思ってストーカーしてるんじゃないんだと思う。ストーカーの人って結果的にストーカーになっちゃって言ってんだろうね。はい、あなたはストーカーなんでお気をつけください。まあ、お題を今回決めてないんで、いろんな系統のねマシュマロちゃんがいますよ。はい、元彼の影響でお尻の開発を行っています。波はありましたが3年ほど続けています。そんな中暑い、先日 お尻で達することができ、形容 しがたい、達成感満足感を得ることができました。座っているだけで常に元気になる息子こここまで女の子かと思ってた俺。まあ多様性なんだよね今の時代はね。今の時代多様性だからさ、もうそこにどうこう言う引きはないんだけど、あのこれはちょっとね文章自体が面白かったんで採用しました。次、働いているメインスに知ってる配信者が来て面白かったです。オプションお願いされて性癖こんな感じなんだと知りました。趣味の話でゲームをやらないし見ないと話した後、携帯の裏に推しのステッカーが貼ってあるのを思い出して急いで隠しましたこれね、まあ。俺はこういうのはね、いいと思うんだよね。お金がある人、だからインフルエンサーの、正当な楽しみ方じゃない?別に。先生とかが JK なんとかみたいなのに行くのって別に俺はいいと思うの。本当の JK に手を出すよりかは何倍もいいや。まあ、ちゃんとお金払ってね、発散してるわけだからね。これは俺はね、いいと思いますよ別に。
さんこんにちは。私が一人暮らしを始めたての時です。ある日ドラッグストアでトイレスタンピーという存在を知りました。どうやら中がジリジョになってるらしく、トイレの中にスタンプするとトイレの中をきれいにしてくれるという優れもの。試しに使ってみることに。初めて使うので前慎重にやったはずなんです。なのに、突起を押しながらスタンプを押したら意味わからんからジリ出てきて、力強すぎて1回で、2ヶ月分ぐらいのジルがトイレ内にスタンプされました。ちなみに流したら出てしまったジルはほとんど流れちゃいました。なんでスタンプされたりされんやん。普通に悲しい。説明書読んだやん。あれからちゃんと、1回分の力加減でできてます。返せよ8週間分クソということでトイレすごっ。トイレスタンピーだけですごいな。マシュマロをする、あ、そのなんていうの、熱量もすごいし、トイレスタンピーだけにそんなにね感情を乗せられる君の才能だね。これはトイレスタンピーに耐えてる人からのメッセージでした。お次、これいいんだよね。これ好きだったんです。先月ゼタの応援しに韓国まで行ってきました。試合が終わり、選手らがインタビューを終えるとゼタの方々が、ご厚意でサイン会みたいのがあり、選手やコーチの方々にサインをもらえたりお話ができる時間があります。自分はラズさんを一番に応援しているのですが、言いたいことをあらかじめメモしていっても、いざ本人を前にすると うまく文章に起こせなくて、どもったり、顔なしみたいに、あ、となってしまったり、無言の時間が続いてしまったりしたことが何度もありました。結果的に 3,4 分後拘束するような形になってしまいました。でもあの人はずっと目を合わせて自分の拙い話を何回も頷きながら聞いてくれたんです。友人が撮ってくれた動画でラウさんの、方から目をそらえた瞬間がなくて、ラウさんの人間としての良さを全て話の聞き方に現れていて、改めてこの人を応援してよかったなと感じました。今回自分の自分の陰キャさを証明したとともに、ラウさんの成人さを知れてとてもいい機会になりました。あー、いつかささんも実際に会ったらささの成人さをちゃんと知る日が来ることを楽しみにしてます。長いも失礼しましたいい人やけど、俺送ってどうすんねんこれ。なんで最後の圧、これラズ見習えよお前ラズさんはこんなにも 3,4 分おどおどして私に構ってくれました。お前どうなんだ、スタミ。できんのか、ラズみたいな対応が。いくらでも来てよ。俺、ファンサはいい方だろ、そして。ファンサで言うと。みんなニコニコして帰っていくけどね。はい、お次。はい。毎月やった彼氏に BB 弾で撃たれたことある。これどんまい。これどんまい。BB 弾撃ってくる彼氏やだなぁ。どんな目してんだろ、俺。彼女をさ、ダンって撃った時のさ、瞬間の目と、この撃ってその反応を見る時の目も見たい。どうだった？はい、ジャスパーにガチ恋一歩手前です。今まで配信者だったり、アイドルだったり、そういう風に好きになったことがない自分でも、ないので、自分でもよくわかりません。道端とかお店でばったり会った時のことを妄想しちゃいます。知ったから、好きになったのに、知ったからこそ叶わないことがわかっていて、ちょっとでもファンサとかしてもらったり、認識してくれたって勘違いしてコロッと言っちゃいそうで、イベント行くことができませんってことで。残念ながら、ジャスパーさん。道端で会うことありません。全部タクシーです。お店とかでばったり会うことありません。彼はもう全部個室です。夢を捨てましょう。妄想を捨ててください。あんちゃん本当にジャスパーと会うんだったら、タクシー運転手になった方がいいかもしんない。タクシーにいる時間相当長いぞ、あいつ。なんだ、タクシー運転手になった方が本当に出会える。ジャスパーにワンちゃん。俺結構会えるんだよね。俺なんか、その声をかけられるの話で言うとさ、みんな声かけらんないって言うのよ。いや、お前らタクシー乗ってるからやんっていう。俺結構声かけられんなと思って、何なんだろうこの違いはと思って。俺電車やと思って。庶民アピールじゃないんだよこれ。だってそっちの方が早いんだもん。渋谷まで1本29分だもん。30分かかんねえんだぞ。タクシーだと渋谷まで40分で9000円じゃね？長いのに高いってのはちょっと
タクシーのうんちゃんに文句言うとか、まあ、ほぼないんだけど、さすがの俺でも文句言いたくなる人とか、たまにいるの。一回、俺、日比谷で仕事があったんだよ。日比谷でお願いしますって言ったの。そしたら渋谷行っちゃって、似てるけど、俺、日比谷って言ったんだけどなーと思って。わかるよ、似てるけど、なんか長えなーと思ったんだよね。言って意味わかんなかったんだ、これ。こんばんは、スタンビさん。今僕は推している VTuber がいるのですが、先日ついにキモいを取り越して怖いと言われてしまいました。その原因なんですが、僕が VTuber が、リングフィット配信をしていて、2時間のアーカイブから80の呼吸音、漏れ出す声、息の上がった状態でのセリフを入念に切り抜き、組み合わせ、2分ほどの実用に値する動画を作ったからなんです。実用に値する動画言い方きれい。実際自分の知り合い3人にテイスティングしてもらったところ、うち2人が普通に疲れるという言わしめるほどの出来でした。言わしめる、お前言いましまじ全部決まる、全部決まる。お前助けてください、スタイムさん。俺が助けてほしいよ。僕が怖いんです。お前が怖いよお前が怖がるな。お前が怖いよ、俺たちは。自分の溢れ出る創作意欲が人を傷ついてしまうことが、やきもちやない。自分の才能が怖いか。そしてできれば祈っていてください。二度とこんな特急流通を作ることがないようにと。PS、一番悲しかったのは作ってる途中で、彼女のセンシティブボイスに飽きてしまい、自分では全く無反応だったということです。さっきのなんかストーカーも VTuber のファンだったろ。なんかほんと気をつけろ、お前ら。あるやん、イメージが悪くなってくよ。あ、そう、もう話がちょっと変わるんだけど。なんか大抵なエッチな絵とかも俺が、ああ、いいわ、エッチだなと思うんだけど。俺最近カルビがさ、めっちゃ人気出てきたやん。で、カルビのさ、ファンアートが増えてきたの。カルビのエッチな絵で流れてきたんだよね。マジで何にも感じなかった。カルビのエッチな絵は見たくない。やだ。なんか辛くなっちゃう。カルビすごいよね。ラストの時もさ、目立ってたからさ、どうせポンって増えたけどさ、今はあれだよね。おじさんホイホイになってると思う。格ゲーのおじさんたちをね、手なずけてる。単純に嬉しい。トロロとカルビだけはなんかもう別枠だわ、俺。別枠。トロちゃんが楽天となんかスポンサードみたいなツイート見たときガチ嬉しくて、これが広報腕組みなんだろうなと思った。これマジで俺その気持ちがわかるもん。はいはいはい、梅原さんそうですよねって感じ。今あれぶっちゃけ梅原さんそうなるね、わかるよ、うちのカルビそうなんですよって感じ。組みなくなっちゃうんだよ。とりあえずでもちょっとカルビのエッチなやめよう。